中部電力、姫川第三ダム湖に架かる姫川橋、長野、新潟県境にて、新潟県側から、長野県側を望む2011年10月撮影長野、県道114号、新潟県道225号川尻小谷、糸井川線は、長野県北安住郡小谷村とに新潟県、糸井川市を結ぶ、一般県道である。 長野県の北アルプス地域の最北端に位置する北安住郡小谷村と新潟県の上越地方の最西端に位置する糸井川市熱地,地区とを結ぶ同区間には国道148号が整備されているが国道148号が一級河川姫川に沿っているのに対し東県道は 姫川の支流である中谷川及び根チ川の谷間を経て山岳地帯を越えるルートである。路線名は同一であるものの、路線番号は一致していない。長野県側では、小谷村、中土の中谷川に沿った各集落や採用部の小谷温泉と、新潟県側では、根チ谷の各集落と、それぞれ国道148号とを結ぶ。 東剣道からは、お女山峠を経て、妙高市に至る林道妙高小谷線や、姫川温泉に至る林道姫川妙高線、新潟県道221号上、町や鎌沢糸井川線を経て、他の地区へ至るルートが、複数存在するものの、いずれも冬季閉鎖されるため、東剣道の沿道の、 各集落から国道148号に至る、通年通行可能な唯一のルートでもある。道路自体は、連続しているものの、長野県側の湯峠付近800標、鳥越峠付近にかけての区間には、車道が整備されていない。ただし、県境に面している、小谷村北小谷の都地区への自動車での往来は、東県道で、新潟県側から、 アクセスしないと往来することができない。全体の約79.9%がセメントやアスファルトで舗装済みである。このうち高級舗装が施されているのは全体の約68.0%である。新潟県側には未舗装区間はないものの長野県側には未舗装区間が 0.5817km ある。規格改良は 全体の約63.2%で改良済みである。規格改良済み区間で、かつ、車道の複員が5.5メートル以上確保されているのは、全体の約52.1%である。橋梁は29箇所かけられている。また、トンネルは長野県側にのみ17箇所設置されている。歩道は点四七九四六キロメートル設置されている。 自動車交通府の奥間は、新潟県側にはないものの、長野県側には 4.7171km 存在する。潮の同資料館。ありがとうございます。